ただいまより素敵なパフォーマンスを披露いたしますので、どうぞご覧くださいませ。
けた会津の歴史が極上の未来を作り出す。皆の笑顔で光り輝く八重桜、私鶴ヶ城八重でございます。どうぞよろしくお願いいたします。私たちは来年の春開催される国内最大級の大型観光キャンペーン、福島デスティネーションキャンペーンに向けて、福島県の美しい花、豊かな食、そしてくつろぎの温泉となり、オール福島の魅力を全国の皆様にお届けしております。はい、福島県にはもうたくさんの見どころがあるんですよね、須賀川さん。そうなんです。そんな福島県の見どころ、魅力を歌にして皆様にご紹介いたします。はい、それ元気いっぱい参りましょう。はい、それでは福島見どころソングスタート。ぜひですね、こちらでは起き上がりこぼしの無料絵付け体験コーナーも設けておりまして、福島の伝統に触れていただきたいと思います。さあさあさあ、福島にはですね、食、伝統の他にも見どころございます。そしてですね、これから福島県では何でも一大イベントが開催されるそうですね。ね、やっぱ福島県は花の王国とも知られておりますからね。はい、はい、ありがとうございます。さて、鶴ヶ城さん、はい、今
10月の何日でしたっけ。今日は11で11日だ。はい、そうなんです。皆様、実は本日で日本最大と言われる日本松の菊人形がスタートしたんです。あら、おめでとうございます。ありがとうございます。そうなんです。はい、日本松の菊人形といえば、はい、もうそれはそれは素晴らしいイベントでございますもんね。あら、鶴ヶ城さん見たことあります？それはもちろんですよ。毎年行かせていただいております。もうね、毎年ね、そのさまざまな企画で盛り上げてくださってるんですけれども、やっぱ初日となるとまだ菊がまだつぼみなんですよね、はい、つぼみの状態で人形にあしらっておりますので、一度だけではなく何度行ってでもその開花状況が楽しめるので、いろんな菊人形を楽しめるんですよね。そうなんです。でもね、うん、鶴ヶ城さん、はい、ここだけの話ってもないですけれどもね、何でしょう、何でしょう、はい、実は今年菊人形第60回、60回、はい、60回も、あら、ありがとうございます。どうもどうもありがとうございます。そしてですね、その菊人形の会場であります伊達政宗様にも攻め落とされたことのあるあれ、待って霞ヶ城、はい、築城600年、そしてそしてさらに、え、あの日本松出身の高村光太郎の奥さん千恵子、はい、その光太郎と千恵子が結婚してからなんと100年、100年、すごい、もう60、600、100ってキーワンだもんね、節目になって、そう、すごくないですか。この3つが揃うことってなかなかないですよね。そうなんです。じゃあ今回は企画も盛りだくさんなんじゃないですか。気合い入ってるんです。入ってる、はい、ですのでね、あのリニューアルされまして、今年は日本松ヒストリアというね、はい、題名でタイトルでやっております。じゃあ日本松の歴史、そして魅力がもう盛りだくさんに詰まってるということですね。そうなんです。それが菊人形で表されてるということですから、はい、花も楽しめて歴史も楽しめる、そう、いいこと言った、ありがとうございます。ですのでね、はい、ぜひこちらのお住まいのお客様にもぜひ日本松の菊人形、まず今年来ていただきたいと思っております。そうそう、木川様、これも、はい、期間はいつまでやってらっしゃるんですか。そうですね、こちらですね、来月11月の24日、月曜日祝日までやっておりますので、1ヶ月以上楽しめるんですね。そうなんです。初めに来て、また1ヶ月後来ていただいても楽しめると思いますので、そうですね、はい、ぜひ来てください、はいね、このように福島県、春だけでなく秋の花、菊、そしてもみじも楽しめちゃったり、そして ね、先ほど鶴ヶ城さんがおっしゃってました、食べ物もたくさんございます、はい、そしてね、温泉王国と言われる福島県、なんと140も温泉の源泉ありますので、ぜひ来ていただきたいと思っております。はい、ね、あの今年秋と冬と見どころあるんですけれども、来年の春、そう、あるんですよね、時代イベント、そう、福島デスティネーションキャンペーン、もう旅行大型観光キャンペーンなんですけれども、はい、そちらが福島県で開催されるということで、はい、ぜひお得に、そして素晴らしい企画もご用意しておりますので、来年の4月から6月の3ヶ月間開催されます。ぜひその期間以外でも福島県に遊びに来ていただきたいですが、福島デスティネーションキャンペーンでもぜひ足をお運びくださいませ。私たちが満開の笑顔でお待ちしております。さあ、そんな願いを込めた私たちのテーマソング、笑顔の島をただいまより披露したいと思います。どうぞご覧くださいませ。Thank you.
ちは福島県の美しい花、豊かな食、そしてくつろぎの温泉を紹介し、復興に向かう福島で皆様をおもてなしする福が満開福島隊。波屋焼きそばに大盛り相馬焼き、東北のハワイ浜通り、今が旬、おいしい梨やぶどう、リンゴがたくさん取れる果物王国中通り、赤べこ、地酒、そして鶴ヶ城、豊かな大自然で歴史と伝統が息づく極上の会津、これが私たちの福島県。呼んでみましょう、はい、伊達武将隊の